皆さん、こんにちは。こんにちは。この番組は、キャリア、資産形成、先進性の3つの柱を整えるためのヒントをお届けしています。で、今日は、これまでいろんな、過去のね、動画でもお伝えしていた価値観大切ですよっていうのを言ってみましたが、まあ、そもそも価値観って何ぞやっていうのをご質問いただいたので、はい、この価値観とはっていう、まあ、人生デザイン流価値観とはっていうのをテーマにお届けしたいと思います。はい、価値観。よく聞く言葉ではありますけど、一般的には何でしょう ね、道徳感とかね、倫理観とか、価値観は合わないとか、なんか結婚はね、価値観が合ってるからやるとかね、実はそうじゃないんだよみたいなのをね、別の動画でもお届けしたいなと思うんですけれども、ね、でもなんかその私たちが言っている、まあ、学校でお伝えしている価値観っていうのは、今言ってたような、そういう道徳観とは別のもので、明確な定義があるんですけれども、どういう定義でしょう？価値観とは、はい、その人が自分の人生で一番価値を置いているもの、一番大切にしているもののことです。はい。はい。すごいなんかお寺で説教聞いてる感じがしましたが。うん。そうそうそう。で私本当に最初これ聞いたときに、だからって感じがしたんですね。っていうのが、まあ私はね、そういう人生を歩んできたからそうなんですけど、いやなんかそれをなんかこう、時間が経って、これ言ってるのって本当に深いなと思ったのが、その人が、大切に思っていること。その人がなんですよ、ね。そう、だからその人だけ。ね、だから、3人とも価値観違う。全員違う。うん、で、人にとっては、うん、あ、人って他人にとっては、あなたの価値観、別にっていう感じ、うん、そうそうそう。で、思うっていうところがすごくポイントなんで。うんうん、だからよく言う、私あの人と価値観が同じだからっていう、うんうんうん、同じっていうことは、実はないっていうことなんですね。そうそうそう。うんそう。まあ、似通ってるとかはね、あるかもしれない。その方向性が、例えば、こう、家族を大切にするとか、なんかそういうなので、なんかそういう、まあ、領域、家族の領域で、みたいなのは、似てるっていうのはあるかもしれないですけれども、全く同じっていうのは、ないんです、実は。そう。え、これが、なんか結構、私は衝撃でした、最初。なんか、価値観、似てるっていうか、そう、価値観が同じっていう、すごいよくしょっちゅう使ってた気がするので、あの人とは価値観が同じだから合うとか合わないとか、すごいよく使ってたから、全員違うんだってなると、そうそうそう、なんかいろんな前提が変わりますよね。変わる変わる、すごい変わる、これは。変わった。でね、だからなんか、こんなこと、できて当たり前でしょとか、これ大切にして当たり前でしょとか思ってたのが、全然そうじゃなくって、当たり前でしょ、できて当たり前でしょとか大切にして当たり前でしょって思ってたのは、私だけやった。そう。だから、それってちゃんとこう発信しなきゃ伝わらないんだなっていうのもすごく学びにもなったし、相手のことも、じゃあこの人って何を大切にしてるのかなっていうのを意識を向けないとわからないっていうのも、まあ、対人関係を改善する上でもすごく役立ってるなっていうのは思います。そう、対人関係を改善するにも本当に役立つっていうのはよくわかりますね。なんか自分の価値観がはっきりしたときに、それが本当に大切だし、価値のあるものだって分かったときに、じゃあ相手の人も同じようにそれがあるんだなって、思うじゃないですか。そうすると自然とね、そこに目が行くようになるし、なんか意見の相違があったり、ぶつかりそうになったり、ムカつくことがあったりしても、いや、ちょっと待てよと。この人の価値観って何なんだろうっていうふうに思えるようになりましたね。そうすると、こう、おのずと人間関係も改善されていく。これ私自身がこれ体験しました。やっぱり自分の価値観が分かってから、他人の価値観っていうのがあるっていうのも分かるようになるっていう感じですよね。まず自分からかな。そうですね。そうそう。で、自分が価値観、これ自分の価値観って思ってるものが、結構他人のものであることが、すごく多い。そうそうそう。そうそうとか言うのがあんまなかったけど。そうか、リオさんはね、あんまない。リオさんは本当に。リオさんはちょっと特別だから、例としては、ちょっと。私は、だからこういうタイプの人は、すごく他人を受け入れやすくなるっていうのが
一番大きい。うん、なるほどね。あの、うん、私ワール、私基準で世界が回ってるってこういうタイプの人思ってるんが、うん、私基準で世界回ってないんだなっていうのがわかる。気がついた。いや、これ本当に、うん、まあこれ笑い事になるけれども、うん、例えばね、これで管理職になったらまあ大変ですよ。うん、部下とかが。大変ですね。大変だ、本当。でもその逆もね、うん、あるからね。要はその、うん、私基準なんていうことが考えたことがなくって、うんうん、自分が基準にしてるものがいつも他人、うんうん、だからそういう人と自分が基準っていう人が一緒になっちゃったりとかすると、うん、もう完全に飲み込まれちゃう感じになりますよね。そもそも私基準とかその基準って、例えば私基準で生きてると思ってたとしても、やっぱりどっかでこう一般的な価値観、いわゆる価値があるものとみなされているものが刷り込まれてしまってるっていうのもあると思うから、ね、自分だけの価値観だと思っていても、実際本当にさっきまゆちゃんが言ったみたいに、実は実は、それは刷り込まれていたものでしかなかったり、そうそうそう。っていうものが非常に私の場合多かったですね。気がつかなかったけど、だんだん気がついていくと、え、これも？え、あれもっていう感じで、うん、そうそうそう、うん、どんどん出てきます、ね、うん、そうそうそう、思った以上だった、うんうん、でね、本当にこれって明確にするのが、うん、まあ、人生デザインを進める上の、まあ、基礎っていうか、まあ、第一ステップになるんで、うん、ぜひ明確にそうしていただきたいっていうのがあります、うん、はい、はい、本日は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。